うなぎ谷商店街に昨日オープンしたのはこちらの施設。築60年ほどの古民家をリノベーションしたもので、人気のサウナを取り入れました。一軒家を丸ごと貸し切ることもでき、宿泊も可能です。シックな空間です。温度は今92度ぐらいです。そしてロウリュに秘密が。こちら宇治のほうじ茶を使っているということなんです。香ばしい。さらにすぐ横には古民家ならではの壺庭が。ガッシングシャワーつけました。早速引いてみましょう。そしてこの横にある水風呂、こちらなんと信楽焼でできているそうなんですけれども、完全に和で統一された空間です。気持ちいいです。運営するのは日本各地にある古民家のリノベーションを手掛けてきた会社です。今すごくブームになっている、サードウェーブサウナ、伝統的な様式を持った民家がたくさん残ってまして、そういったものをサウナに改装すれば、遠くから人を呼ぶことができると。空き家再生、地方創生の、一つのコンテンツになると。整いました。ご視聴ありがとうございましたケロ。